はい、今回はゲームボーイポケットをバックライト液晶化したいというものなんですが、いや前回やったでしょうと。確かに以前やりました。ただ改造がえらいめんどくさいんですよね。このように液晶から既存の液晶ですね、いろいろと剥がしたりとか大変なんですよ。でできたものがこんな感じで非常にねいい感じなんですが、今回バックライトおよび液晶をですね一気に交換してしまうというものが出ました。ハンドヘルドレジェンドさんで65ドルでしたね、まあ、ちょっと高価ですが、あとやはりですねゲームボーイポケット、このようにビネガー現象、ビネガーシンドロームになっちゃってることが多いので液晶ごと交換したいと、これちなみにですね発売日に買ったゲームボーイポケットです。ですので LED がありませんね。こんな状態になってしまって非常に悲しいです。ビネガー取ることもできました。まあちょっとそれもね以前動画でやりましたが、とにかく大変剥がしてその中から出てくる香りもねやばいんです。そんな中登場したのが今回のこちら、液晶ごとね交換してしまおうと。これ液晶とバックライトがくっついてますので便利です。ゲームボーイポケットの分解に行きますが、もう何回かやっていますので簡単にちゃちゃっと行ってしまいます。 Y 字ドライバーでネジ6本外すとパカッと基板が出てきます。ネジ3本とリボンケーブルを外す。そしたら次は液晶を外すんですが、まあだいたいひねればなんとか取れます。両端を持ってねグイグイとひねれば取れますと。まあ、どうしてもちょっと早いよという人はですね、右上の方にリンクが出ていますので分解方法にたどり着くと思います。こんな感じで分解できましたね。液晶はですねもうビネガー臭がすごいんで処分してしまうか、頑張ってビネガー除去してもいいですが、ちょっとねかなり大変だと思います。では新しい液晶およびバックライト、あとは基板ですね、並べてみました。ちょっと右下の一番小さいリボンケーブル、向きが逆になってますね。この向きに刺してしまうとあかん。この向きです。この向き、間違った向きはこんな感じですね。ちょっと方向が違うと思います。ではもうねくっつけてしまいました。全部まだ間違った状態でくっついてますが、右下のやつね、これ逆向きにしておいてくださいと。ではですねどのようにくっつくのかなというと、もう液晶がここですね、液晶サイズがですねちょっと小さくなっていますので、ぴったりはまるわけではなくて、ちょっとねこう余分なスペースというか空白があります。まあ、大体真ん中になるところにポコッと置いて、あとはリボンケーブルを傷めないように折りたたんでいきます。折り紙のような感じでしょうか、こんな感じでね折っていきます。まだちょっとねやらなきゃいけないことがあるのでもう一回展開しますが、ここにね、まあ、絶縁シートというのかな、新しく追加する基板というのかな、リボンケーブルについている回路がですねここの金属に当たってしまってショートしてしまわないようにちゃんと絶縁しておきます。ちょうどね折りたたむとですねこの部分に来るんですよね。このようにパタッとここですね当たっちゃうので、ちゃんと絶縁しておかないと危険と。ある程度位置が定まったらテープで固定しておくといいかなと思います。ここにピョロンと出ているのが輝度調節のものなんですが、ちょっとスイッチとポケットのねスイッチの部分と重なってしまうんですが、どう処理をしたらいいんでしょうか、今悩んでいます。まあ、テープを貼ったらですね、いよいよ基板をこの上にセットして、もうネジを止めちゃって、
あのリボンケーブルをですね、基板の方につけちゃっていいと思います。もうつけた状態ですが、ちょっとねこの輝度調節のねピョロンとしたやつがちょうどこう電源スイッチと干渉しちゃうんですよね。ちょっと悩みますね。押し込んじゃえばいいのかな。出しちゃうとぶつかっちゃうんですよね、スイッチ部分と。どうすりゃいいんだ。おそらく奥でしょうかね。ではハンダ付けです。このままだとですね、バックライトおよび液晶に電源がいってません。なので電源の確保をするためにハンダ付けです。ここだけハンダが必要になりますね。とりあえずあんまりね長時間この部分はハンダ付けできませんので、あらかじめハンダを持っておきます。こんな感じか。くっついちゃった。よし、いよいよ配線していきますが、あのマイナスというのかな、グランドの部分がですね非常に近くてですね、こんなに小さい配線になります。もう隣同士なんですね。ここにあるコンデンサーの部分と、コンデンサーかな、 C って書いてあるからコンデンサーですかね。まあくっつけてしまいます。こことくっついたかな、こことすぐ手前のやつですね、ここです。ジューッと非常に近いので、硬いケーブルですときついと思いますが、くっつきました。あんまりねこの配線ケーブルを長くしてしまうと、ちょうどこの上カートリッジが通過するんですが、あの厚みが出てしまうとですね、こう差し心地が悪いというのかな、いまいちになりますので、なるべく余分なケーブルが出ないようにやっていきたいという感じです。でこちら側がプラスになっていますが、プラスはですねここにいるそうです。見えるかな、後で静止画載せますが、ここにつけてしまいます。ジュッと基板へのハンダ位置はですねこの位置ですね。この2箇所配線してあげると電源が液晶ディスプレイに供給されます。そしたらあとはもう組み立てですね。ただちょっと完全にネジを止めてしまうとですね心配ですので、果たしてつくんでしょうかと確認してみます。では電池、確か電池入れちゃうとすぐつきますね。今はね電源オンの状態です。つきました。なんかいい感じ、いい感じな気がしますよ。ちょっとゲーム画面が出てこないと、綺麗ですね、綺麗。画面がちょっと小さいんですが、非常に綺麗ですね。くっきり。そして残像感がほとんどないですね。まあゼロではないんですが、無改造のゲームボーイポケットはですね、背景が流れてしまったりとか、なかなかこう、厳しかったんですが、このチェックしておきましょう。ちゃんと、液晶の輝度を変更できますね。できるんですが、こいつをどう折りたたんでしまうかがちょっとまだね思いがつきませんね。まあこんな感じで何段階でした？分かんなかったな。5段階ぐらいだと思いますが、液晶の輝度変更できますね。いやこれだと非常にゲームがしやすそうで、最終的に考えたんですが、これは奥に押し込んでしまおうということに。上には上げられないんですね。上はちょっとスイッチが来てますので、ではネジを止めてもう完成させてしまいます。毎度毎度このタイミングになるとワクワクですね。ちょっとねこのように中の液晶のねフレームが出ちゃってます。大きさが違うので、
基盤もちょっと見えちゃってますね。ちょっとネジを止めちゃったんで再度軌道チェックしてますが大丈夫そうですね。 OK、 軌道の変更も OK。 んどこだこの辺、あったあったあった。ちょっとね場所がまだ把握しきりません。ちょっとこうスクリーンというかパネルがないとかっこ悪いですね。こんな感じで標準のものをはめますとやはり液晶が小さくなってる分中身がですね見えちゃってますね。現在このね液晶に合わせたスクリーンも開発されてきたようですのでそれを買いたいなと思います。では最終チェックですね。やはりですねこう残像感がほぼないと。あとはこうバックライトの何でしょう、光がですね画面全体で均一かなというのがいいですね。以前作ったあのバックライト液晶ポケットなんですが光が下から差し込んでますのでちょっとムラがあるんですよね。まあご覧のようにこう何でしょう、残像感があんまりないですね。まあ画面が小さくて惜しいというのはありますよね。そこはまだちょっとトレードオフになっちゃっています。ただこれなら結構残像がひどかったアクションゲームもサクサクいけそうな気がします。どのくらい変わったかというとですねちょっと比較してみますね。左側が無改造のそのままのゲームボーイポケット、右側が今回のねバックライト付き TFT 液晶ですが、まあこの結構背景が流れていたドンキーコング系もですね非常にくっきりで見やすいですね。よくこう穴に落っこっちゃっていたんですがそういうミスもなくスムーズに進んでいきますね。おそらく左側の画面落ちましたよねこうやってなんか落っこってしまうんですよ。では今度はですね両方とも改造型なんですが左側が今回の、右側が改造なんですが実機の液晶をそのまま使ってねバックライトのみ追加したやつです。どうでしょう、画面が小さいのはまあしょうがないというかこういう状況ですね。まあ、結構比較すると小さいですね。ただこう画面のこう光の均一さは左側今回のバックライト搭載 TFT 液晶の方がはっきりしていますのと、残像感はですね残念ながら右のねバックライトのみ追加したやつは液晶はそもそも純正品を使っていますので品質は変わっていません。ですのでスクロールした時とか残像は普通に出ます。まあちょっと画面のサイズはトレードオフといったとこですね。どちらもバックライトはついていますが改造のしやすさといったらこちら、そうバックライト付き TFT 液晶は本当にね1時間ぐらいで終わってしまいます。2個目作るんでしたらもう30分で終わってしまうと思うぐらい簡単です。良い点、改造楽ちん、バックライトが均一、 TFT 液晶で残像が少ない。もう一歩な点、画面サイズがちっちゃくなっちゃう。あとはね65ドルという値段をどう取るかといったとこでしょうか。ではまた。